屍姫は望まぬまま屍となってしまった者たち。彼女らは死ぬ方法を知らない。黄金衆は彼女らを利用し、そして山神さん。そう、屍を作ろうとしていたのはあなただったの。屍を作る、そんなものはまだ目的の第一歩に過ぎませんよ。どんな目的であろうと許さない。神さん、あなたは今聞いたでしょう。黄金衆と契約した108人の屍を倒すために偽りの命を与えられている屍殺しの屍姫。